放送席、見事3連勝となりました高木監督です。松田監督です、失礼しました、おめでとうございます。ありがとうございます。松田新体制となりまして、これで3連勝となりました。今の気持ちをお聞かせください。そうですね、正直嬉しいです。みんながそのやるべきことをしっかりとやってきた結果だと思うので、もうこれをこのまま次につなげたいと思ってます。ホーム、アウェー、そしてホームに戻ってきたこの3戦目が非常に重要だと試合前に話していました。体力的にも厳しい状況ですし、やるべきことが理解できててもそのフィジカル面での心配というのはあったので、そういう意味で厳しいゲームになるなというのは予想していました。今日もサポーターの皆さんが最後まで声を枯らして応援していましたが、いかがでしたでしょうか。本当にこういう厳しい状況の中で常に力をもらっているというのはすごく感じます。本当にありがたいと思います。これからも応援よろしくお願いしますって伝えたいですね。はい。そしてチーム今シーズンまだ残り試合がたくさん残っておりますけれども、今後チームどのように支持して運営していこうと思っているんでしょうか。次湘南戦まで2週空きますんで、少し、修正もしていきながら、やっぱり魅力あるベルディを作っていきたいというのは短い期間でも思っていかなきゃいけないことなんで、そこに向かって突き進むだけだと思ってます。見事勝利を抑えました東京ヴェルディ松田新監督です。ありがとうございます。就任から見事3連勝という松田丈夫監督でした。残念ながら敗れたのはアビスパ福岡。この6戦負けなしの堅守を見事破りました。敗れたのは篠田義行監督です。7戦連続負けなしということはいきませんでした。固い守りを打ち破っての勝利を獲得した東京ヴェルディです。今シーズン2度目の3連勝ということになりました。33分に川野博樹が先制ゴール、22番キャプテンの服部、そして井上、後半から出場した高木俊之、残念ながら今回ゴールということにはなりませんでした。まもなくヒーローインタビューです。放送席、そしてサポーターの皆さん、今日のヒーロー川野博樹選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。見事な決勝点となりました。今の気持ちをお聞かせください。シュートはあんまり強くなかったんですけど、入ってよかったです。レアンドロ選手、そして飯尾選手から比喩でもらって、見事にあの決めたシュートだったと思いますけれども、チビ君がボールを返してくれたんで、今まであそこが返ってこなかったんで、今日は返ってきてしっかり決めれてよかったです。川野さんのこのシュートでこれで東京ヴェルディ3連勝です。もう昇格はできないんですけど、残りの試合無駄にしないでしっかり成長できるように頑張ります。後輩も入ってきました。高木選手活躍途中出場で頑張っていますけれども、後輩には負けたくないというお言葉試合前にもありました。今日は先輩として素晴らしい姿を見せられたと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、高木投手はもうめちゃくちゃうまいし速いし、点を取らせてあげたいんですけど、そのタイミングで変わっちゃうんで、いつも早く点取らせてあげたいです。後輩思いの川野選手、さあそれではまだまだ試合は続きますけれども、今後の抱負聞かせてください。残りの試合も全部勝って今シーズン終わりたいと思うんで、応援お願いします。今日のヒーローは川野選手でした。おめでとうございました。以上、川野選手のインタビューをお送りしました。33分に先制ゴールを決めたこの川野博樹です。いや、それにしても遠藤さん、素晴らしいゴールでしたね。そうでしたね、やっぱり彼の特徴、ドリブル力、はい、この辺というのは光りましたね。見事3連勝を果たしました東京ヴェルディです。7月5日の愛媛戦以来、今シーズン2度目の3連勝です。その立役者となったのは画面の左側、19歳の川野博樹です。
現在は9位の東京ヴェルディ、2006年の過去最低の成績の7位徳島まで勝ち点は4差という試合前の状況でした。過去最低成績を上回るためにも今日の勝利というのは非常に大きい勝ち点3と言っていいでしょう。